一川中車の父で二代目、一川猿翁ではない。ネットフリックスシリーズのドラマ、サンクチュアリー聖域の主人公、猿翁について、SNS で猿翁の演技はすごい、猿翁、にぐいぐい引きつけられる、などの声が広がっている。このドラマは、日本の国技である、 大相撲が舞台で、力士の日常や各界の起きてが詳細に描かれている。しかし、注目は金のために大相撲入りし、暴言、暴力と何でもありの破天荒力士役を務める一ノ瀬渡るの演技力だという。一ノ瀬は、以前にドラマ、 獣になれない私たち、八重が、宮本から君へ、に出演している。一ノ瀬の喧嘩早い性格が、自然な演技で話題になり、ネット上でも注目されている。ピエール滝は、炎症部屋の親方役で、炎王をスカウトする場面では、相撲は儲かるよ、と声をかけ、大きく笑っている。 土俵上での炎王の派手な勝利ポーズに激怒し、市内で叩きまくる姿にも圧倒される。ピエール滝の演技は視聴者から高い評価を受けている。現代では、パワハラやいじめが問題視される中、大相撲が守り続けている伝統、客式はどこに向かうのか。作品には、 このような社会的な側面も考えさせられる。また、過激な場面描写には驚かされることもある。相撲好きのナイツ花輪さんのラジオでこのドラマの存在を知り、ネットフリックスに入って視聴しました。序盤は重々しい雰囲気でしたが、徐々に引き込まれていきました。最後のシズナイトの再戦の決着はどうなったんだろう 続編を期待します。相撲協会からは協力が得られてないし、相撲関係者からはほとんど反応がないけど、今はこんな全時代的な状況じゃないよ。ありえないって感じらしいね。でも、個人的には今も一部はこんな感じだろうなと思っている。強さこそが正義。 異能と非常識の上に成り立つ聖域だからこそ覗いてみたくなるし。力士の生活のリアルな造形。どこまでが事実かは、さておいて、を感じられて面白いんだと思う。シーズンには、難しいだろうけど、俳優の身体が壊れる。これ実は、女優陣が全員いいんだよ。主人公の母親、 フェミにかぶれた記者。部屋の女将さん。キャバ嬢。元大横綱の妻。全員がものすごく良い演技で作品に花を添えている。一の瀬渡るって、獣になれない私たちの撮影で使ったウサギをもらって家で飼ってるだよね。その子のお嫁さんも迎えて、今は5匹くらいに増えたらしい。 家族同然に可愛がってる姿を。時々 SNS に上げててほっこりするわ。元格闘家という肩書きからは連想できない一面だな。途中話が駆け足になるとはありましたが面白かったですよ。一ノ瀬渡さんも良かったですが、兄弟子役の猿や縁やさんが良かったですね。調べたら、 先代の国のお兄さんなんですね。相撲ドラマ、映画史上最高傑作だと思います。準備期間、体作りが長いから大変だったと思います。寝と振りは入ってないけど、こういう意欲的な作品は見てみたくなるね。面白くて一気にしてしまいました。続編やらんかな見たい。 ネトフリ再加入しようかしら。相撲を扱ったドラマって少ない。パッと思いつくのは、映画、四こ踏んじゃった、とテレビドラマ、先代の藤物語、暗い。最新映画、明太ピリリパンジーの花、が、ダブル主演の博多花丸と富田安子を迎え、全編博多弁で物語が紡がれる。 主軸を担うのは、博多の中洲市場商店街で、食料品店、福野屋、お営む海野敏行きと妻の仙台子。脇役の視点も加わりながら、吉田鶴の過去や、店の従業員の恋などが物語を盛り上げる。2019年に公開された映画、明太ピリリの続編が放送され、 2015年と2019年には博多座で舞台版が上演されていた。今年はテレビドラマのスタートから10年の節目にあたり、第2弾として制作されたのが本作である。前作が昭和30年代の博多を舞台にしていたのに対し、今回は現代のマッチングアプリが活用される設定だが、 全体的に昭和の香りに満ちている。テーマとしては、すぐそばにある幸せを掲げ、笑いの要素も増やしている。映画版とテレビドラマ版でコンビを組んできた富田の公演も光る。福岡県生まれの東が舞台版の作、演出を手掛け、江口と共同で脚本を書いた。 福岡で活動する人材が集結し、博多大吉も出演するなど、本作は福岡力によって成り立っている。花丸さんは読んで字のごとく花があり、登場するだけで場が華やぎます。花丸さんに相談しながら撮影を進めたので、一緒に作品を作った感がますます出てきました。 二人で監修したセリフの博多弁には一番リアルと自信を持っている。芝居の才能と技術がすごいという名だたる監督と仕事をされてきた方。テレビドラマで脚本に東さんを指名したのは僕です。東さんの舞台はアングラの血を引きながら、エンターテインメントになっている点が面白い。江口氏は 映像ディレクターとして名を挙げ、映画監督で流作として、北九州を舞台にした、ガチ星お手掛け。その他にも、岡田純一主演のアクション映画、ザ・ファブルと、ザ・ファブル殺さない殺し屋などの作品がある。今年は、ネットフリックスの独占配信ドラマ、サンクチュアリー聖域、 を監督し、題材として大相撲を取り上げ、力士役の出演者たちは徹底した肉体改造と相撲の練習を積んで臨んだ。主演の一ノ瀬渡は佐賀県出身で、メインキャストは非イケメンの俳優たちで構成され、イケメンに頼らずにヒットしたことに手応えを感じている。江口氏の次回作に期待が高まる。 旧サンクチュアリー聖域の監督を務めた江口寛さんが、ネットフリックスのプロデューサーからのオファーについて語っています。江口さんは、前作のザ・ファブル殺さない殺し屋以来の監督となりました。ネットフリックスの担当プロデューサーは、坂本さんという方で、この人に呼ばれたそうです。 企画の始まりについては、諸説あるそうです。江口さんがネットフリックスから仕事の話を聞いたのは、2018年12月で、場所は新青山東急ビルだった。ビルに着いた江口さんは、外国人が多く働いている印象を受け、ドリンクや フードがたくさん置かれているおしゃれな空間に驚いた。打ち合わせの際には、好きなドリンクやフードを取って持っていくことができた。ネットフリックスがクリエイター重視の制作を行うことはすでに知られており。江口さんはそのことについて半々の思いがあったそうです。映画の世界が自由だと思っていたけれど。 現実はそうでもなかったため、何も信じられなくなっていたと語りました。フードやドリンクを自由に選べるように言われても、騙されないでいようという気持ちもあったそうです。流行ってるので周りも続編だのパート2だの会話してますが、この記事を見ると続編しようもんならまたまた大変ですね。 役者さんもトレーナーさんもスタッフさんもお金あるからとかじゃないですね。これはしんどいわ。続編なくても大丈夫ですが、見れてよかったです。年寄りが見るものだと思っていた相撲に興味が湧いたし、両国にも行きたいと思いました。ありがとうございました。相撲協会の協力を得て作ったものでない以上。 相撲協会に関わっていると、このドラマには触れられないし、触れるときは、猛然と否定しなければならないのは残念。俳優の石川周平は、ネットフリックスのシリーズ、サンクチュアリ聖域で、力士、猿空を演じた。彼は、役作りのために50キロ体重を増やし、